冬葵は、青葵科の一から二年草。中国原産。日本には、食用、薬用とするために古く導入され、現在ではあまり利用されていないが、海岸等に野生化している。冬葵の名は、冬でも枯れない、あるいは、冬でも花が咲くためとされる。青いという名は、少なくとも、近世以降は立ち葵を意味するが、元は、冬葵を指し、行費の意味で、葉に。 口実性があるためという。ただし、万葉集の時代にはすでに立ち青いの意味だったとの説もある。葉は手のひら状で浅く切れ込む。花は、計1センチメートルほどで白、または淡紅色、溶液に固まってつき、通常は春から秋まで咲く。生薬及び野菜として利用される。種子は生薬、冬青い子として用いられ、茶として引用もされる。 また葉を茹でて食べることができ、中国等では現在でも野菜としてよく利用されている。中国や日本では、変種の丘のりが食用に栽培される。牧野新日本植物図鑑、牧野富太郎先週に東京美術、1970万葉週刊一の草木解釈万葉家の葵は、食器である。ありがとうございます。